米大リーグのエンゼルス大谷翔平投手は28日日本時間29日、敵地ブルージェイズ戦に2番 DH で先発出場し、初回の第1打席で2試合連続、本塁打王争い独走の39号ソロを放った。試合結果、ブルージェイズ4対1エンゼルス。トレード期限を前に残留の方針が固まり、入団6年目で愛着もあるエグンの一員としてプレーオフ進出を目指すことが決まった。左右鍵有効骨の骨折でリハビリを続けているマイク・トラウト外野手31は、早ければ8月中、シーズン終盤に復帰が見込まれる。3月の WBC 決勝で実現した大谷とトラウトの名勝負から始まった23年のベースボール。最後までトラウタニが主役で盛り上げる。大谷は勝ちたい。エンゼルスで。ダブルヘッダー第1試合後、思いを語った。ここまでプレーしてきたチームなので、ファンの人たち含めてもちろん大好きですし、最後までこのチームでしっかり、今年まずプレーオフ目指して、その先も目指して頑張りたい。チーム愛を隠すつもりもない。6年目、愛着は当然ある。3月の WBC で侍ジャパンを世界一に導いてから数日後、エグンのキャンプ地に戻り、感じるものがあった。久々にみんなの顔を見て、このチームでも優勝したいなという気持ちになりました。悔しさも喜びも共有してきた仲間と頂点を目指す。胸に秘める思いは今も変わっていない。勝利への貪欲さは、兄貴分のトラウトも同じだ。ここ最近で再燃したトレード報道にも、大谷の残留を信じていた。ビッグニュースだね。前夜ホテルの部屋で横になっていたんだけどね、とリラックスしながら一報を目にしたことを明かし、翔平に関するいろんな噂があったけど、僕はなんとなく、どこにも行かないと分かっていた。よかった。嬉しいね。と声を弾ませた。メジャー1年目の18年から共に戦ってきたトラウタニ、悲願のプレーオフへようやくチャンスが巡ってきた。トラウトは左手の有鍵骨の骨折から復帰へ向けて調整中だが、大谷はずっとトレード市場でチームが売り手側の状況だったので、今年こういう経験も初めてですし、新しく来た選手とまずしっかりコミュニケーションを取りながら、もっともっといいチームになって頑張りたいとリーダーらしく意気込んだ。開幕前、3月の WBC 決勝は日本代表の大谷と米国代表の主将トラウトのドリームマッチで幕を閉じた。ネビン監督は当時、ああいう雰囲気やドラマを作れるのは野球しかないと語っていた。ありえないような奇跡も起こりうるのがベースボール。可能性を信じ、球界最強コンビがプレーオフの逆転進出に導く。エンゼルス・トラウトが大谷翔平で最もすごいと思うこと。エンゼルスのマイク・トラウト外野手が6日付のスポーティングニューズ紙電子版の独占インタビューで同僚の大谷翔平投手について語った。毎日そばで見続けているものでしかわからない大谷の凄さについて言及している。他の誰も気づいていない大谷の側面は何かとインタビュアーから尋ねられると、トラウトは開口一番、彼のメンタルに非常に感銘を受けている。みんな、あまり気づいていないと思う、と指摘。打撃は難しい。大部分は失敗する。彼を見ていると、前の打席を引きずらない。すぐに切り替える。打撃だけでもそう。8回投げ、無失点で抑え、100球投げて、次の日に試合に出る。信じられない、と語った。さらに、毎日試合に出て、6日おきに登板し、登板する日も打って、それを続けるメンタル。失敗しても、彼が腹を立てているのを見たことがない。常に笑顔でいる、と話し、彼が今季のようなシーズンを送っていて、僕は本当に嬉しい、とコメント。トラウトの温かい眼差しがにじむインタビューだった。
やっぱりプレーオフ目指す気持ちになるとみんな違うよね。ブルージェイズ3連戦なんとか初戦勝って2対1で行きたいよな。トラウト兄帰ってくるまで戦線離脱しないで粘ってほしいわ。ただ初の海底エンゼルスで大谷選手のヒリヒリした秋にかなりなって、チームの雰囲気はダラダラエンゼルスとは確実に変わってるし、 HR 数はリーグトップでとにかく打ててはいるから勝っていってほしい。プレーオフ進出には次のブルージェイズ戦でスイープするか最低でも2勝は必要だが、その後トラウトが復帰するまでにどのくらい貯金を増やせているかにかかっていると思う。今のメンバーにドルーリーが復帰してさらに新加入の選手たちの活躍次第になるだろうけど、何よりも大谷が怪我なく頑張れることが絶対条件だ。ジオリトとロペス、優秀な先発とロングリリーフ可能なリリーフ、取りに行くぞという強烈なフロントからのメッセージ、これに選手たちは応える。今日の2試合士気が上がっている気がしました。ポカやらかしてしまうレンヒーフォの隙のないタッチといい、これは強くなる。エンゼルス厳しいの見方があっちでは特に多いけど、こういうフロントと選手たちが同じ方向を見て前を向くチームは強くなる。プレーオフ進出信じてます。全力で応援したい。ホームラン数がリーグ1位のエンゼルスは今は大谷だけなく他の打者もホームランを含めて本当によく打っています。トラウトは今シーズン彼としてはもう一つの成績でしたが、今回の休養が良いきっかけとなるかもしれません。予定されてる先発投手とリリーフが入団し、投手陣が整備されたらポップスに進出できる可能性も上がるでしょう。少しでも長く大谷選手の活躍を見たいので、ぜひとも PO 進出に向けてチーム一丸で頑張ってほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは皆様のご意見、ご感想等をお待ちしています。お気軽にコメント欄からご回答ください。明日も熱い情報をお伝えする予定ですので、見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。